どうもなおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はリッチタワー登っていきましょう。リッチの HP が残り3だね。これがなかなか難しいのよ。行きましょう。おい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 。お前は用がないよ。とりあえず登っていって戦おうか。やっぱね、戦い方は、あれだよ、普通に切っても無理だったんで、エンダーパールみたいなのを弾き返せたんで、あれでダメージだな。おい、いるぞ。あ、行った。ちょっと待って。どこ行った。あのね、緑色のやつが、エンダーパールみたいの投げてきて、行った行って、もうおい、よし。赤いのが爆発魔法だったから、爆発魔法は要注意。とにかくこの緑色のエンダーパールを弾き返してダメージを与えていく。お、ちょっと待てって。待て、おい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 、意外と下の層にいたね。だいぶ移動してきてるぞあいつ。あ、いるいるいる。装備品をね、もう失いたくないんだ。装備品がね、結構重要だからね、失いたくないの。よし、オッケーオッケー、回収した。まだ上か。さっきえらい下に来たけどね。できれば下にいてくれた方が嬉しいんだ。うん。あぶれ。うん。来い。よし。あれ。赤はダメ。赤はダメ。赤ダメ。赤になるとダメ。この赤と緑をうまいことね、倒していかないといけない。うん。あ、緑いた。緑いた。来い。わあ、早いって、お前。どっか行け、どっか行け。移動しろ。おい、赤が来た、赤が来た、赤が来た。赤はダメだって。ガードできんよね、赤は。ちょっと、一回攻撃して。おーいって。よし。しゃ。オッケー。ドイツ。あ、パンでも弾き返せるのか。でもね、爆発の方の魔法はね、弾き返せないんだ。よし、オッケー。これ、あー、もう後ろかよー。おお、いる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 、びっくりした。なんだ、いきなりいるんかい。しかも赤い方がいたぞ。ということは緑は上だけ、上にいる。緑を狙い、あ、赤がいる、赤がいる。何なんだあいつは。もうちょっと待って、緑を探そう。緑を、いや、緑でもさ、ああ、いや、違う違う、赤赤、バカ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 、もう何やってんの。よし、オッケー。よし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 。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、オッケー。装備品回収できた、よかった。ちょっと待てよ、近いって。おお、2体ともいる。ダメダメ。ああ、ダメだ。もうこれは難しいって。オッケー、装備品回収できた。もういないよね。ちょっとそこじゃちょっとやりにくいじゃん。やりにくいが。オッケー。よし。オッケー。いた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 。ああ。やった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 、倒した倒した。え、違う。なんか色が変わったぞ。よし。よし、オッケー。なになに。え。あ、ダメージ与えれる。ああ、もう、もう。なんか一段階変わった。変わった変わった。あの盾がなくなって、
ゾンビが出てきたな。あれ、おおおし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 、オッケー、いいぞ。他は他はないの？ちょっと待って、とりあえず体だけでも装備しとけ。どこや、おい、よっしゃ、そんなとこにいやがった。ちょっと待って、炎魔法、爆発魔法をちょっと唱えそうだ、あいつ。またね、1段階変わったね。今度はなんか直接で攻撃してくる感じになってる。ちょっと俺の装備はないのか、装備は、俺の装備ないの？あった、よし、あー、来た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 、逃げろ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 、おお、ちょっと待って、追いかけてくるね。うん、おそらくもうあいつもね、もうギリギリなんだよ。やつももうちょっと剣をくれ、よし逃げろ、逃げれた、よし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 、オッケー、行くぞ、来い、よしよし、しゃ、お、どこだ、よし、おい、もし、お前も瀕死やないか、よし、やったー、やった、勝ったぞ、リッチに勝利した、よし、何もらった、リッチのトロフィーでしょ。で、ゾンビの杖9回か。エンダーパール、金いらないぞ、別に。もう最後はもうゾンビアタックみたいになったね。何度も何度も挑戦して。え？あ、別に何にも。お前か。もうここで俺死にたくないよ。ちょっと待って。待て。よっしゃ。よっしゃ。回収できた。チビがマジで嫌いなんだよね。どこ？あー。もどこだチビ。よし、耐久力もあるし強いし、もうこいつ勘弁して。よっしゃ、終わりか。まだ待って、回復させてくれ。めちゃくちゃいるじゃん。ちょっとここ制圧しよう。あぶねえ、蓋をしました。これでもう大丈夫でしょう。いやー、強かったなー。でもまあとりあえず結構強力なボスでしょ、あいつは。倒すことができました。いやー、こんなに強いとはね、全く想像してなかったわ。めちゃくちゃ強かった。はい、ということで、ダイヤ装備とかはねなくしちゃったんだけども、まあ仕方ないですね。うん、仕方ない。じゃあ次は何を倒すんだろう、ちょっとわかんないけども、また次もやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。